ちょっと待って。あ、待って。ありがとうございます。お疲れ様でした。もうなんか今日が千秋楽みたいな感じです。隣のフードコートでご飯食べてます。私も今日フードコート行った朝。でもなんかフードコートなんかあんま人生で行ったことなくて恥ずかしかった。ね、またやらせまたやらせしてる。やらせ位置ずらしてるし。え、いいな、牛タンいいな。すごいやらせじゃん。やらせ、いや、イルミナスやらせです。今日お昼カレー食べて激辛で2口ぐらい食べて断念しました。本当に辛かった。すごい、私のだけ辛かったのかな。辛くない？そんなことない？あれ？舞台見に行きたかった、なんで来てくれないんですか。子供の声と共にお届けしています。行きたかったな、ありがとうございました。とっても緊張しました。でもなんか気がついたら、奈々子のだけ辛いって嫌がらせそう。美咲さんと結婚したい人生でした。大江戸先生、ありがとうございます。すみません、ギフト投げてくれた方がいる。ありがとうございます。アースさんありがとうございます。ごめんね、無理しないで。ありがとうございます。まきちゃんけなげすぎて分かる、超けなげなの。でもなんか登山部の方となんか楽屋で話してたんですけど、本当にマキちゃんは果たしていい女なのかっていう論争が楽屋であって、どう思いますか。マキちゃんはいい女だと思いますか。でも本当にいい女なのか、そうやってすっごい我慢することが果たしていいこと、いい女につながるのかどうなのかっていうのが、ちゃんとそれを自分の気持ちをちゃんと伝えることもいい女なんじゃないかっていう。マキちゃんってライシュンさんとくっつくの、なんでマキちゃんってライシュンさん、なんでライシュンさんなの。なんで面白すぎる。マキちゃんが7個と重なって、そんなことないよ。私そんな、多分そんないい子じゃないよ。誕生日おめでとう、ありがとうございます。ライシュンさんには報われてほしい。すごい、確かにライシュンさんだね。今日あの名前がねないからね。今夜出発します。本当足元を気をつけてきてください。私は今日台風ってことを知らなかった、忘れてた。家出る時に雨降ってなかったんですよ。だからそんな台風のことなんて誰からもなんかそんな聞いてたけど、そんな忘れてて傘なんて持ってきてないです。マキちゃんはそういう女です。もう緊張した。25歳おめでとう、ありがとう。明日は真ん中、やっぱ歌聞こえちゃう。明日真ん中あたりの席に、ありがとう。明日は千秋楽ですよ。やばい、曲が流れてます。ねえ、なんで見てるんですか、やだ。ねえ、やだ、おかしいじゃん。隣にいる方が私の配信を見ながら、隣で私を見ればいいのに、わざわざ端末を通してコメントをしてください。だってあの入力してください。公演中に台風が通過する。あ、じゃあ傘持ってこないのが正解じゃん。私が一番正解じゃん。こんにちは。すごい、さっきキャストの方といっぱい写真撮ったから、みんなが LINE でめっちゃ送ってくれる。一番前の席でマキちゃんが見します、ありがとう。でも
なんかすごいやっぱカーテンコールの時にどのお客様が誰のファンの方がすぐ分かる。なんかあ多分きっとこの方はチカナのことが好きなんだろうなとか、もうなんかみんなその人のことしか見てないからすぐ分かる。すごいな、バレてないはず。バレてますよ、もうみんなすぐ分かる。 NGT のファンの方すぐ分かる。昼公演知り合いの方ばっかだったNGT 劇場かと思った嬉しい。でもそのなんかチカナもね本当にすごくて、なんかねもう日に日にアンチカさんのね歌がお上手になっていくのがすごいんです。すごいんですよ。そうチカナなんかチカナの写真撮ってあげたんですけど、やってんなって思いました。そう、男はそういう人が好きなんですよ。え、なに？嬉しい。誰からですか？鉄拳さんのお友達。鉄拳さんではないんだ鉄拳さんのお友達からいただきました。クロワッサンシュークリームもらいました。やった。鉄拳さんのお友達からもらった。しかもこれはキャストの方のあのね誰だ、ここもらいました。大変でした。すごいね、ドキドキでしたよ。鉄拳さんもっと豪華に楽しみ。お誕生日おめでとう、ありがとう。なんかその小屋入りの時が誕生日だったんですよ。これだ、映っていうかな。小屋入りが誕生日だったんですけど、すごいねキャストの方が本当に誕生日をねたくさんお祝いしてくださって嬉しかったです。申し訳ない、気を使わせてしまってるなと思ったんですけど。嬉しい。枝豆食べて配信見てます。皆さん今日のなんか夜公演も本当来てほしいです。めちゃくちゃ来てほしいです。今日の夜はなんか関係者の方いっぱいいるみたいだけど、もうお客さんにも来てほしいから買い増ししてください。買い増し、本当になんかみんながいろんなもの買ってくれるわ、嬉しい。昨日なんか舞台監督さんがあのジェラート買いに行くって言ってて大騒ぎ、なんで私も食べたいって大騒ぎしたらスタッフさんがねスタバ買ってきてくれて、やっぱ行ったもん勝ちだなって思いました。嬉しい。タワーもありがとう。今ホール着いた、昨日ぶり、ありがとうございます。なんか楽しみだよ、夜も。緊張するけど、でもなんか昼なんか緊張するままなく始まっちゃった感じがあった。なんかそのみんなで最初出てくるんですけど、すごいネタバレしちゃういやネタバレしちゃうからやめよう。でもその結構早い段階から出てくるので緊張する間もなくなんかってなっちゃうそうなの、なんかそのちょいちょい出てるんですよね、まきちゃん。まきちゃんって地味に出てるんです、結構。大江戸線に乗って、大江戸線に乗って向かってます、ありがとう。大江戸線すっごいあの乗ったんですけどめっちゃうるさかった。やば、フードコートでみんなショールーム見てるの？
すぐ近くで配信してるよ私実は。恥ずかしい。マキちゃん原作にいないのに。そうそう。嬉しい。じゃあちょっと 100% みんな視聴率 100% にしてください。嬉しい、ね、フードコートでみんな見てるらしいですよ。嬉しい。買い出し違う、私ねフードコートなんか恥ずかしかった。朝行った時になんかフードコート行くチャンスってあんま人生でないじゃないですか。なんかあんまそうあんまない、あんまなかった近くに家に、だから恥ずかしかった。窓開いてるからうるさいよね。すいません、うるさくない、そんなことないです、そんなことないです。昨日スタバ買ってくれてありがとうございました。やっぱ行ったもん勝ちですよ。お家が欲しいです。昨日ツイッターで、ね、行ったもん勝ちだよねって話になって、昼夜の時間つぶしに助かりました。お家が欲しい。でもそしたらファンの方がツイッターで軽井沢がいいよねって言ってた。そうファンの方が、私がブドウのやつ飲んだんですよ。そしたらみんななんか同じの飲んでから来るらしいんですよ。お疲れ様です。あーパンフレット予約するの忘れた。ちなみに昨日私の親が来てたんですけど、親もパンフレット予約してました。そうなの。でもそのお父さんとお母さんの前のなんか席の方が私のなんかファンの方だったみたいで、お母さんめっちゃ笑ってた。七子のポストカードその人めっちゃ見ててって言って、だからお母さんがそのファンの方の背中ガン見しといたからってお母さんが言ってて、恥ずかしい。誰なんだろう。結構でも後ろの方だったんですけど、親がその背中をめっちゃ見てたって言った。恥ずかしい。パンフレットは予約制みたいです。懐かしいです、とっても。 T シャツとかが、私も生写真発売したかった。生誕ティー着ていったのありがとう。ねえ生誕ティー、私もなんか新潟の家に届いてるんですよ。だからなんか舞台稽古で1回ぐらい着ようかなって思ってたんですけど、29?30? だっけ、おしゃべり会がある予定だったから、おしゃべり会2ショットある予定だったから、新潟1回戻る予定だったの。だけど私がコロナにかかっちゃったから、ずっと東京にいたから新潟の家に入れなくて、タオルとかティッシュじゃない、なんだっけ、タオルとか T シャツがそう取りに行けなくて。生誕ティーもありがとう。でも生誕ティーも嬉しいけど、家族の話の T シャツも着てください。でも劇場で着てる人いっぱいいるけど、 NGT のね。はあ、なんか本番もう一回あるのかって思うとまた緊張しなきゃ。今日すごい一個ここでしか言えない、ここ別にどこでも言っても本人から許可出てるんですけど、すごい素敵なシーンのところで、あの大輔が私のことをマキじゃなくてミサキって言ったんですよシーンで。その時に心なしかやっぱショックでしたよね。気づいた方いらっしゃったかな。すごい心なしかショックです。
夜公園で折り返し、そっか、もう明日で終わりですよ。そう、明日で終わっちゃうんですよ。私はリアルで言うと知らん私はその地下ですごい好きなシーンがあって、あのなんだっけ、私が出てくる前のところ、また明日ねのところがな、あんなあんな近な見たことなくてそんな可愛いこと言えるんだって思って、また明日ねみたいな感じで近なが言うじゃないですか。なんかすごいなんかショックなの私、あのシーンが、そんな言い方を男性にしてほしくなくて、近なになんかお母さんみたいな感じ、あの顔ずるいよね、また明日ねみたいな、その人にしか通じない、なんかコータにしか通じない言い方をしててやってんなって可愛いなって思いながら、あれモテるな、ああいうことを言える子が多分モテるんだなって思いながら、みんな袖で見てる、あれ二次元の勉強の玉も確か二次元好きだもんね。また明日ね、あれいいよね、やっぱ私陽子できないもん、まあ、え、あ縁起悪いですとっても縁起が悪いですしかも誰も、多分男性映っちゃうとバンされちゃうから、誰もね直せないっていうじゃあ私が直せって話ですよ。縁起悪いです、ごめんなさい、すみません、もう正直いいですよこれそう、ゴリ押ししなくていいですよ確かに頑丈に固定しようとするけどさすごい、こうやって販売してるんだ、それなら次の舞台とか今日ポニーテールの時、ほんとお揃いだね、ポニーテール頭痛くなっちゃう、偏頭痛になっちゃうよね、なんかポニーテールずっとしてるとなんか偏頭痛になっちゃう、頭痛くなっちゃうんですよ。でなんかちょっとコロナ明けっていうのもあってもう大丈夫なんですけど、咳止めとかも飲んでたからもうなんか薬依存症みたいになってて、すごい量の薬持ってるんです私今薬中です。ポニーテの後藤楓さん、かわいい、かわいい、すごいダンス上手なんですよ。ねえそんなご利用しなくていいですよもう。なんかじゃあ次の舞台のやつとかないんですか、何か。ないですすごい、そんなにも家族の話を、そう、もう明日で終わるのに今からでもチケット間に合いますよってやつですね。こんにちは皆さん楓ちゃんかわいい、今日いろんなキャストの方とお話ししました、いろんな方、ちょっといろんな方とお話しました。確かにあんま映ってないよねでもいいです、もう素敵ですよこの謎の6って数字もいいし6の主張がすごいんですけど、じゃあネタバレにならない程度で、じゃあ見に来てくれた方、家族の話のキャラクター登場人物で、推しとか関係なし、自分の好きなタレントとか関係なしで一番推しのキャラクターを教えてください、この子好きっていう。
私は南沢さんが好きなんですけど。課長登山部、登山部も面白いよね。課長大好き。課長のね、保険の歌が大好きなの。センターでいつも歌ってる。登山部ね、登山部はもう箸休めユニットだからさ。登山部の黄色の人、黄色の人ってどっち？黄色の人って誰だっけ？黄色、お腹痛い方か。小林だ。南沢さんはあの上司のユミミです。会社で成績の悪い後藤さんが気になってます。成績悪い後藤さんねえ、誰かマキって言ってよ。黄色の人すごくいい。黄色、あの大好き、小林ね。小林先輩のはずなのに一件しか契約そんなとこまでみんな見てるんだ。嬉しい。オレンジの人好き。ね、キャスト表見たら登山部の2人下の名前ない。確かに、なんて名前なんだろう。ねえ、私マキちゃんじゃないよ全然性格。ねえマキちゃん、でもマキちゃんは正直役柄的には全然報われてないんだけど、好感度だけは高いんだよ。好感度お化けだから。来春さんの作家ネタは台本じゃないです。いつも自分で考えてやってるみたいで。あきちゃんはけなげですよ。お誕生日おめでとう、ありがとう。これおいしい。何これおいしい。あきちゃんはライシュンさんとくっつくっつかない。でもすごいいろんな方に、結局まきちゃんはじゃあ誰とくっつくのみたいな話になったんだけど、コータでいいじゃんって言われた、お父さんとお母さんに。でも嫌です、ちょっとバンドマンは。バンドマンは嫌です。マキちゃんは大好きとくっつくかと思った。悲しい、くっつかないんです。そうだよね、そう、短大で見つけなよ、そういうこと。昨日チカナのなんかオーディションで映画女優になるのっていう 本を見せるシーンがあるんだけど、それがランナーズっていうなんか陸上雑誌だったんですよ。それほんとたまたまで、チカナがいつも持ってる本がなくて急遽ランナーズにしたんだけど、でもなんで本当にね、昨日たまたまランナーズの関係者の方が来てたの、たまたまね。だからまあいいじゃんってなって、多分喜ぶじゃん。案件でも本当たまたまなかったんだよね。たまたまあったんです。そう、なんかすごい周りがバタバタし始めてきました。今何時？今何時なんだ？今何時か分かんないよ。分かりません。あ、19分、ありがとう。ありがとうございます。ねえ、夜いっぱい人来てくれるといいな。夜なんか、夜あんまなんか人がいないらしくて。
なんかまあコロナもあるし台風のこともあるんだけど、あんま人がいないみたいで激へこみ中です。正直来てほしいな、みんなに来てほしいです。夜行く、ありがとう、うれしい。光が丘です、みんな来てください。何区光が丘って、ここ何区なんだろう。ここ何区ですか、誰も教えてくれません。練馬、練馬で待ってます。ね、夜も来てね、お願い来てください。まだ間に合います、全然間に合う。あと3つってもフル参加じゃん。昨日のみの感激ですマン。いやでもありがとう。夜も行きます、光が丘で夜公演まで過ごす方法。全然どこも何もしてない、光が丘で。フードコートから、私フードコートのあのあれ食べました。ちょっと胃袋お揃い界隈の方、ちょっとあれ、あのタコライス食べました。本当はサーモンとマグロのやつ食べたかったんだけど、生ものなんでテイクアウトできませんって言われて、えってなって、はいって言って、明日行きます、ありがとう、ありがとうございます。みんなタコライス探してきて、タコライス美味しかった、あのまなこちゃんを食べてた。タコライス食べました、美味しかった。胃袋お揃い界隈ので困らないよ、全然大丈夫ですよ。何ですか、え、もういや、そろそろ終わりにしろってことですか。そうそう終わりにしろ、圧かけられてる。本当ですか、本当終わりにした方がいいですか。何時からでしたっけ、何時、17時ですよね。今何時ですか、え、何時から開演でしたっけ。余裕じゃん。あと1時間半もあるじゃん。でも吉田さんにダメ出しされないんで、ちょっと夜公演迎えられない。ちょっと食べるの下手すぎて、ちょっとどうしよう、食べるの下手すぎるんだけど。すいません、鉄拳さんのお友達の方、すいません、食べるの下手すぎて、なんか上ばっか食べてる。40分になって開けください、いない。40分になったら言ってくださいって言おうと思ったらいなくなっちゃった。ごちそうさまでした、いただきました、ごちそうさまでした。舞台終わってからねショールームしたいんだけど、マジで間に合わない、すいません。なので家が遠いの。いつも家着く頃にはもう日付変わってるんです。今日行けるかな、
昨日力の速さでビビったもん。まあ光が丘遠いんです。光が丘の悪口言っちゃダメだよ。光が丘の悪口はダメ。マックもそれか。マック食べたい。でももういいや。なんかそろそろなんか終わりにした方がいい雰囲気を出されたので終わりにしたいと思います。ランキング読みます。13位、三浦さん、ありがとうございます。12位、ケイスケさん、ありがとうございます。11位、コウセイさん、ありがとうございます。10位、パックさん、ありがとうございます。9位、セッテンガーさん、ありがとうございます。8位、世界のマスルさん、ありがとうございます。7位、ヨッタさん、ありがとうございます。6位、ヒサさん、ありがとうございます。6位、ヒサさん。5位、カネゴンさん、ありがとうございます。4位、アキヒロさん、ありがとうございます。3位、ゆうきさん、ありがとうございます。2位、アップルシードさん、ありがとうございます。1位、アースアットジタマさん、ありがとうございます。ということで皆さん、そろそろ終わりにしたいと思います。短い時間でしたけどありがとうございました。夜公演頑張ります。ちなみにまきちゃんはめっちゃアイシャドウがキラキラしてます。そこもちょっとじゃあ見れるたら見てください。ありがとうございました。バイバイ。見てくれてありがとうございます。